こんにちは、筋トレ科学のようです。今回はこんなプロフィールの私がどのプロテインの種類が最適、プロテインの最悪な落とし穴についても解説というテーマでお話ししていきます。皆さんはこんな話を聞いたことはありませんか？プロテインパウダーは筋肥大や体脂肪減少に効果的。おそらくこんな話を聞いたことがあるでしょう。これは事実であり、こちらのシステマティックレビューと呼ばれる質が高い研究でプロテインパウダーが筋肥大に効果的だと証明されています。またこちらのメタアナリストと呼ばれる質の高い研究にて体脂肪減少にプロテインパウダーが有効だと分かっています。このようにプロテインパウダーは筋肥大、体脂肪減少の両方に効果的です。でもここで皆さん、一つ疑問が浮かびませんか？プロテインが筋肥大や体脂肪減少に有効だということは分かった。それなら具体的にどんなプロテインパウダーが適しているのか、この疑問ですよね。世の中にはプロテイン商品の種類が無数にあり、それぞれ成分が違うので疑問に思ったり悩むことは当然です。私も皆さんと同じように最適なプロテインは何だろうと同じ悩みを抱えていましたから、この疑問も解決済みです。そこで動画の目次はこの通り。この動画では研究論文をもとに筋肥大、体脂肪減少のそれぞれに適したプロテインの種類について解説していきます。そして動画の後半ではサプリメントメーカーからサポートを受けている YouTuber やプロテインをプロデュースしている YouTuber が言えないプロテインの落とし穴とその回避方法を解説していきます。この動画を見ると損をしないプロテインの選び方を知ることができます。最後までぜひ見ていってください。それではまず筋肥大に適したプロテインの選び方について解説していきます。まず市場に出回っている主なプロテインにはホエイ、カゼイン、ソイプロテインの3つがありますが、どれが最も筋肥大に適しているのでしょうか。まずホエイプロテインとソイプロテインの筋肥大効果を比較した研究を紹介しましょう。こちらの研究では1日に 20g のホエイプロテインを取ったグループと 20g のソイプロテインを取ったグループ、それぞれのトレーニング効果を9ヶ月間調査しました。その結果ホエイでは平均 3.3kg、 ソイでは平均 1.6kg の筋肉量増加が見られました。したがってホエイの方がソイよりも2倍程度筋肥大しやすいということです。さらに別のメタアナリストでも同様の結果が報告されています。つまりホエイとソイを比べるとホエイの方が筋肥大に効果的であると言えます。では次にホエイとカゼインプロテインではどちらの方が筋肥大に効果的なのでしょうか。こちらのカナダの研究では22g のホエイプロテインを摂取したグループとカゼインプロテインを摂取したグループを比較しました。その結果ホエイの方がカゼインよりも2倍近く筋肥大したという結果が得られています。これはホエイの吸収速度とロイシンが有量の多さがこの結果を生み出したと考えられています。つまりホエイの方がカゼインよりも筋肥大に有効である可能性があります。もちろん乳糖不耐症でホエイプロテインが取れません。ソイプロテイン以外はまずくて飲めません。そのような方にとってはソイプロテインが最適かもしれませんが、それ以外の人にとってはホエイがいいでしょう。またちなみにカゼインとソイの筋肥大効果を比較した結果、カゼインの方が筋肥大効果が高かったというデータが出ています。したがってホエイ、カゼイン、ソイの筋肥大効果の関係性はこの通り、ホエイ大なりカゼイン大なりソイ、このような式が成り立ちます。では体脂肪減少に焦点を当てた時は主要なホエイ、カゼイン、ソイプロテインの3つの中でどれが最も適しているのでしょうか。まずホエイプロテインとソイプロテインの体脂肪減少効果を比較した研究を紹介しましょう。こちらの研究ではホエイとソイプロテインの体脂肪減少効果を比較しました。そしてこの研究の結果、ホエイを12週間摂取した群の体脂肪率は平均 9.2% 減少し、ソイを12週間摂取した群は体脂肪率が平均 3.1% 減少しました。このようにホエイとソイを比較した時、ホエイの方が約3倍体脂肪減少効果が高いようです。ちなみにこの研究だけではなく他の研究でも同様の結果が出ており、ソイプロテインがホエイプロテインよりも減量に適しているという証拠はありません。とは言ってもこちらもやはり乳糖不耐症でホエイプロテインが取れません、ソイプロテイン以外まずくて飲みません、そういった方にとってはソイプロテインが最適かもしれませんが、それ以外の人にとってはソイよりもホエイの方がいいでしょう。では次にホエイとカゼインの体脂肪減少効果を比較した研究を紹介しましょう。こちらの研究ではホエイプロテインとカゼインプロテインの減量効果を12週間比較しました。その結果ホエイとカゼインプロテインには減量効果に有意差はなく、ホエイとカゼインどちらも同様に減量効果があると分かりました。またちなみにカゼインとソイの減量効果を比較した場合にはカゼインの方が体脂肪減少効果が高かったというデータがあります。したがってホエイ、カゼイン、ソイの減量効果の関係性はこの通り、ホ
声イコールカゼイン、大なりソイという式が成り立ちます。ただ人によって考え方が異なるかもしれませんが、ホエイの方がカゼインよりも味のバリエーションが多く、水に溶けやすいといった実用的な観点や健康被害のリスクが低いことを考慮すると、毎日摂取するものとしてはホエイプロテインの方が向いているでしょう。カゼインは腸の炎症リスクやがんの成長を促進させるリスクが報告されているため、毎日複数回摂取するものとしては少し不安が残ります。そのため総合的に判断すると、原料期においてもホエイ大なりカゼイン大なりソイ、こんな式が成り立ちます。つまりまとめると、どの種類のプロテインが筋肥大、体脂肪減少それぞれに最適かというと、どちらの状況においても現時点ではホエイプロテインが第一選択となってきます。ちなみにライスプロテインやエッグプロテイン、エンドウ豆プロテインといったマイナーなプロテインの筋肥大、体脂肪減少効果に関する研究論文は不足しているため、まだ効果を比較することはできません。今後研究が進むと、もしかしたらライスやエッグ、エンドウ豆プロテインといったマイナーなプロテインがホエイを超え上位に食い込んでくる可能性もありますが、現時点では不明です。現時点ではホエイプロテインが第一選択、これをぜひ覚えておいてください。そしてここからがこの動画の最も重要な部分です。ここまでの解説でホエイが筋肥大、体脂肪減少のために毎日頻繁に摂取するプロテインとして最も適しているという話をしてきました。ただホエイプロテインがいいとは言っても、世の中には数多くのプロテインメーカーが存在しており、ホエイプロテイン商品は数えきれないほど存在しています。その数えきれないほど存在するプロテイン商品の中から最適なものを選ぶとき、一体何に注意すればいいのでしょうか。ここからは高品質なプロテインを選びたいときに知っておくべきプロテインメーカーが仕掛けてくる落とし穴と、その落とし穴の回避方法について解説していきます。まず大前提として、金儲けのために質の良くないプロテインを販売しているメーカーが存在している、これを知っておいてください。プロテインメーカーの中にはマルトデキストリンと呼ばれる安価な糖質や、グリシンやタウリンといった安価なアミノ酸、さらには最悪の場合小麦粉などその他安価なものを配合してかさ増ししてコストを削減しているところもあります。ちなみにこれは個人の感想や噂レベルの話ではなく、論文でも示されており、サプリメントメーカーは我々消費者には分からないようにコストを削減し利益につなげる傾向にあると報告されています。マルトデキストリンならまだしも、グリシンやタウリンといったアミノ酸や小麦粉は筋肥大や体脂肪減少にほとんど貢献しない栄養素です。このようにコストを削減し利益を増やすため不要な栄養素が配合されていると、我々消費者は損をし、メーカーは得する状況になってしまいます。本来はウィンウィンな関係になりたいものですが、これが業界の厳しい真実です。ちなみにこれは大手だから安心、国産だから安心、あの有名人が紹介しているから安心とかではありません。特定の企業や有名人を批判する動画にはしたくないため、具体的な商品名は控えさせていただきますが、残念ながら品質の良くないプロテインが身近に存在します。皆さんも思い当たる商品がいくつかあるのではないでしょうか。これは少しショックかもしれませんが、サプリメントメーカーからサポートを受けていたり、サプリメントをプロデュースしている YouTuber が言いたくても絶対に言えない、もしくは知っていても言わない事実だと思います。もちろん全てのサプリメントメーカーがこのようなことを行っているわけではないと思います。ただ一部こういったサプリメントメーカーが存在することは確かなので注意が必要です。ただ注意が必要とは言っても、このようなサプリメントメーカーが仕掛けてくる落とし穴の回避方法がわからないと対応できません。なのでここからは落とし穴を避ける方法を解説していきます。サプリメントメーカーが仕掛けてくる落とし穴を回避できれば、あなたは損することなく効率的にタンパク質を摂ることができるでしょう。では落とし穴の最も簡単な回避方法はズバリ、ホエイプロテインの1食あたりカロリーの 70% 以上がタンパク質由来であることを確認することです。これはどういうことかというと、一般的に高品質のプロテインパウダーの1食あたりカロリーの 70% 以上がタンパク質由来のカロリーで占められています。例えばマイプロテインのインパクトホエイチョコレート味の1食あたりカロリーは 97kcal であり、この商品のタンパク質量は 18g です。よって計算式はこの通り、マイプロテイン1食あたりの 74.2% はタンパク質由来であるため、優れたプロテインパウダーだと言えるでしょう。このように計算すれば、タンパク質以外のものが多く含まれている質の高くないプロテインの多くを除外することができます。ちなみに Amazon で人気のプロテインチョコレート味のタンパク質配合率を調べてみましたが、
エクスプロージョン 70.2%、バルクスポーツ 70.5%、ザバス 72.2%、B レジェンド 74.1%、マイプロテイン 74.2%、バルクス 74.5%、このような結果になりました。同じホエイプロテインのチョコレート味でも、このようにメーカーによって大きな開きがあるんですね。しかも価格とタンパク質の配合量は比例しておらず、安くてもタンパク質含有量が多いものもあれば、商品価格が高くてもタンパク質含有量が少ないというものもあります。私が見つけたプロテインで最もタンパク質含有量が少ないもので 20% という残念な商品もありました。また大手が出している商品の中にも 70% を下回っているものが多数ありました。なので炭水化物や脂質などの余計なものが多く配合されており、品質の良くないホエイプロテインを避けるために、まずはあなたが普段飲んでいるプロテインパウダーの1食あたりカロリーの 70% がタンパク質で占められているか確認してみましょう。ただ注意点なんですけど、もちろんこの方法は絶対に質の悪いプロテインを避けられるという方法ではありません。成分偽装している製品を見抜けるような画期的な方法ではない点には注意が必要です。ただこの方法ならば質の高くないプロテイン商品の多くを除外することができます。1食あたりカロリーの 70% 以上はタンパク質由来、この条件に当てはまるプロテインを選ぶことを推奨します。なのでぜひ皆さんも今すぐいつも飲んでいるプロテインのカロリーとタンパク質量をチェックしてみてください。もし1食あたりカロリーの 70% 以上はタンパク質由来という条件に当てはまっていない場合、コスト削減のために余計な成分を入れている恐れがあります。我々消費者は一般的にホエイプロテインを買う際の商品価格には敏感ですが、成分表示や原材料名には疎いというのが一般的です。サプリメントメーカーの中にはその隙をついて消費者にわからないようコストを削減し利益につなげようとするメーカーもあります。なるべくタンパク質を効率的に摂りたい、なるべく損をしたくない、知らないうちに企業に搾取されているなんて嫌、そんな方はぜひ一度自分が飲んでいるプロテインのタンパク質量とカロリーをチェックし品質を確かめてみてください。ただこれはもちろん絶対に品質の良くないプロテインを買うなと言っているわけではありません。味が好き、飲みやすいという理由や、戦略的にマルトデキストリンが含まれたプロテインを選んでいる、あの有名人がプロデュースしているプロテインだから飲む、その企業を応援したいから飲むという考え方があって当然だと思います。しかしなるべくタンパク質を効率的に摂りたい、なるべく損をしたくない、そういった方も多数いると思うので、なるべく損をしないためのプロテインの選び方を解説してきました。他にもプロテインの選び方をこの動画で解説した理由があって、私の経験になるんですけど、以前の私は今日話したような事実を知らず、根拠のない宣伝文句に踊らされたり、有効成分が少ないプロテイン商品を買わされ、大量のお金と時間を無駄にし、悔しい思いをたくさんしてきたからなんですね。今では海外の筋トレやスポーツ栄養学に関する論文からエビデンスに基づくボディメイク法について知識を深め、大勢の方を指導させていただくようにもなったんですけど、皆さんには根拠のない宣伝文句に騙されたり、有効成分が少ないプロテイン商品を買って筋肥大や体脂肪減少のチャンスを逃してほしくはないので、今回はサプリメントメーカーが仕掛けてくる落とし穴について解説させていただきました。ぜひ一度自分が飲んでいるプロテインが1食あたりカロリーの 70% 以上はタンパク質由来であるか確認してみてください。この動画で伝えたかったことは、筋肥大、体脂肪減少、どちらでもホエイプロテインが現時点で第一選択、1食あたりカロリーの 70% 以上はタンパク質由来であることを確認する、商品価格だけではなく成分表示や原材料名も確認する、この3つです。この動画をきっかけに1人でも救えると嬉しいです。こっからは重要な連絡です。2022年3月22日火曜日19時にとてつもない数の成果を出してきた LINE 限定配信、7日間ボディメイクコーチング無料講座を概要欄にある公式 LINE で配信しますので、必ず2022年3月22日19時までに以下の公式 LINE に登録しておいてください。ちなみにすでに登録している方は大丈夫です。そして現在ありがたいことに1万2000人以上の方が登録してくれている私の公式 LINE では、今から3ヶ月後もしくは半年以内には理想の体を手に入れて本気でなりたい自分を実現したい、これを達成するために必要な知識の配信とボディメイクを継続できてやりきれる環境を用意しています。効率が悪い、時間がない、継続できないと悩んでいて、短期間であなたの求める理想の体を手に入れてなりたい自分を実現したいのであれば、ぜひ下の動画の概要欄から登録しておいてください。さらに今なら有料級教材、効率的に全身をバランスよく鍛える最強7種目の完全ガイド、ボディメイクに役立つサプリメントガイドの2点の無料プレゼント、その他にも LINE 登録者限定無料講義動画4本、
厳選した60本以上の動画の中からあなたに合ったハイクオリティ動画、これらの特典を手に入れたい方は今のうちに下の動画の概要欄から登録しておいてください。そして他にもこのチャンネルでは短期間で理想の体を手に入れる貴重なボディメイク法をできるだけわかりやすく配信しています。なのでそういった配信を見逃したくない人は今のうちにチャンネル登録とその隣にあるベルマークのタップをよろしくお願いします。ということで今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。